いや、ほんと気持ち悪いなぁ。ほんと司法書士の人お。さっきの枠でも情報ありがとうございますとかってコメントしたけどさ。じゃあさっきの枠で何の情報を得たんだよ。なんか勝ち誇ったように言ってるけど、何の情報を得れたの？別に、俺が刑事告訴しに行くって情報なんて、別に、知られようが、別にね、あなた方が知らなかろうが知ってようが、もう行くんで、何の情報、情報ありがとうみたいな感じでしたけど、情報あざすみたいな声してたけど、何の、さっきのさ、さっきの配信の中に何の情報があんの？なんかあなた方に対して有利になる情報があったって言い草じゃないですか。言い方じゃないですか。何も別にないと思うんですけどね。何にもあなた方に対して情報、有利になる情報なかったと思うんですけど。いやーほんと気持ち悪いなー。なんかコメントしたかったんだろうね。ずっと俺の配信見てるだろうから。なんか、不気味な感じを出したいんだか知らないけど。明らかに別に何もないからさ。明らかに何もないからさ。明らかに俺が不利になること何もなかったから。ねえ。ちょっと水でも継ごうかな。よいしょ。しかもさ、一番気持ち悪いのがさ、じゃあ、俺に何されたって話だよね。なんであなたそんな粘着してんのって話。ほんと気持ち悪いな。通報されないとこないのかな。いやー、なかなかやっぱ、難しいっすよね、外行くと。だって俺なんて道路いたって通報されたとこやるからね、不審者いるみたいな感じで警察呼ばれて。まあさすがに道路いる場合はね、結構あれですけどね。まあ逃げれますけどね。まあ逃げるって言ったら俺が悪いことしてるように聞こえるけど、別にそういうわけじゃないんですけど、ね、不審者がいるって電話されるからさ。そしたら一回一回警察になんかもう対応するのがめんどくさいから、別に不審者でもないし。不審者でもないしさ、別に。別に逃げるっていうか、別に逃げてるわけじゃないんだけど、対応するのがめんどくさいから。一回一回なんかこっちも通報あったから来なきゃいけないんですよね、みたいな、そんな会話をしなきゃいけないからさ。めんどくさいからね。長太郎交番の人は全員信号の認知されてる。いや、全員じゃないけどね。全員ではないですよ。全員ではないけど、結構な人に正直認知されてる。結構な人に認知されてます。もちろん、100人中100人ではない。まあ、100人はいないか、でも。まあ、もちろんその言い方、例えよ。例えっていうか。秩父警察何人いるか知らないけど、何人の人が秩父警察に勤めてるか知らないですけど、多分全体の半分以上は知ってんじゃない？ 100% はないと思うけど、多分。とんでもなく電話の回数が多いから、間違いなく 50% 以上は知ってますね。7、80、下手したら90ぐらい知ってんじゃない？ 100 話までは多分ないと思う。多分。多分だけど、知らんけど。俺もそこまでね、秩父警察がどんだけの人に知られてるかとかわかんないけど、普通にでもなんか、関さんですかとか言われるからな。警察に覚えられてすごいな、自慢にはならない。まあ別に俺が何やってるってわけでもないんだけどね。ほんと、なんかアンチリスナーが、なんかもう、あの手この手でさ、不審者がいるとかって言うんで、なんか通報っていうか電話したりするから、別に俺が何か放火してってわけじゃないんだけど。そう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 。秩父郡と秩父市って何が違う？え？いや、それは別に土地の問題なんじゃない？
土地が、ここは秩父郡ですよ、ここは秩父市ですよっていうと、その、市か郡の違いもあると思うんだけど、要するにその土地の違いですよね。普通に考えて。うん、消防の虚偽通報されたこと、あ、消防はないかな、今んとこ。うん、いや、消防の虚偽通報って多分相当悪質じゃない？まあ、警察も普通に悪質だけど、消防の方がなんか悪質なイメージあるよね。うん、それは一応今んとこないかな。警察はもう何回でもあるけど、虚偽通報みたいなやつ。うん、いくらでもあるけど、消防署はないかな、今んとこ。今日、吉江さんは、いや、普通に言えますけど、家にいますけど。毎回同じやつが虚偽通報してる説。まあ、大体一緒だろうね。だって、そんな普通に迷惑電話みたいなことをやるやつ少ないと思うよ、さすがに。さすがに、俺に集まる規模で、俺のこう、リスナーの規模でさ、こんな迷惑通報みたいなの、こんな100人とかいないでしょ、普通に考えて。本当にごく一握り、本当一部のやつだと思うよ。うん、本当多分、まあ、一人ってことは多分ないんだろうけど、多分、いても10人とかだと思う。うん、多分、いても10人とか。ほんとごく少数がやってると思う。うん。100人とかどう考えてもいないでしょ。明らかな、だって、もう、虚偽通報ギリギリのもんじゃん。不審者がいるって通報とかだってさ、絶対不審者だと思ってやってないんだけど、まあでも確かに配信しながら、こうなんか外歩ってる人って、一般の人からしたらちょっと、んっていう風に思う印象もなくはないみたいなのを、なんかこう、利用して虚偽通報じゃなくやってる感じじゃん。でも絶対ね、あの、なんだろう、別に俺がさ、だってさ、本当の不審者ってもっとガチなやつじゃん。まあ例えばなんかもう、別に俺外出たってさ、別にさ、何するわけでもないのに、明らかにもっとやばそうなやつだったらさ、なんか不審通報と、不審者通報もわかんなくはないんだけど、別にそんなやばいこととかやんないじゃないですか。なのになんかぽく通報する感じ、もうほぼ、もう虚偽通報ギリギリのところというか、そこですよね。もう本当になんかそのギリギリのラインっていうかさ、なんかもう、普通に、虚偽通報ったら虚偽通報なんだけど、ぽく、虚偽通報っぽく見せなくするみたいなさ。でも、はっきり言って迷惑通報だからね、そんなのね。はっきり言ってそれって迷惑通報だから。虚偽通報ギリギリのもんって迷惑通報みたいなもんだから。そう。ねえ。ほんとね、めんどくさいっすよね。マジで。迷惑通報うざいっすよね、ほんとに。俺に迷惑っていうよりも、通報してるとこに迷惑だからね。ほんとね、もう未だに湧いてくるからね、こうやってね。アンチとかブロックしてんのにさ。未だになんかアカウントとか作り直してくるんでしょ、こういう気持ち悪い人たち。いやー、ほんとめんどくさいっすよ、アンチは。いや、ピロピロはね、あれどうしようもなんないね。なんか、パソコンでやらない限りダメっぽいんだよね。まあでもパソコンでやってもコメントクラッシュされるか。いやピロピロはね、どうにもなんない。ピロピロはね、どうにもなんないんですよ。なんかね、ピロピロ NG コメントに入れても、
NG だとしても、こう配信者に半透明になってこう、出るのよ。これ多分ね、リスナー側わかんないと思うけど、なんだろう、そうだな。まあだから分かりやすい話が、こういう感じ。まあ今こうやってコメントあるじゃん。ちょっとにじゅうろかいそくさん、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと一回だけちょっとみんなに説明するために一回これコメント削除させてもらいます。で、こうやって削除するじゃん。で、削除すると、ほら、リスナーにはこの二十六快速さんのコメント見てないでしょ、見えてないでしょ。でも配信者側にはこうやって削除済みってなって、こうやってこう、半透明になってこう見えるのよ。で、これと一緒なの。これと一緒で、NG コメントに入れても、NG コメントを入れた人って、あ、NG コメントで、を入れて、NG コメントで打った人って、こういう風に、みんなに、リスナーには見てないけど、配信者にはこうやって NG コメントですって、ここ、削除済みってのが、ここが NG コメントですって出て、こうやって半透明になって、こう、配信者には見えるんよ。うん。そう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 。あ、いいね、どうも。で、それで、なんか、半透明になったやつを、結局読み上げで読んじゃうらしいんですよね。そう。だ結局その NG 入れても意味ないんですよ。結局読んじゃうっていう。そう。だから、生ポ大臣くんもね、これは今俺が削除したんじゃなく、生ポ大臣くんがコメントして自分から削除したの。俺は削除してない。これ、リスナー側も自分のコメントだったら削除できるから。で、これ、削除したやつって、リスナーにはわかんないの。リスナーにはもう見えないけど、配信者には削除したコメントも、こうやって半透明になって見れるのよ。削除済みってなったら半透明で見れるじゃん。そう。そうなのよ。だから、なんかこう、たまにね、たまになんかピロピロとか流して、すぐになんかコメント削除する人いるんだけど、でも配信者側ってこうやって半透明になって誰がコメントしたかがわかるから、一回消されてももう、一回コメントしちゃったら、こいつが一回コメントして削除したってのもまでわかるから、だからそっからブロック行くのもいくらでもできるから。そう、なんかたまになんかこう削除したら、なんかこうブロックされないとか思ってる人いるかもしれないけど、配信者側にはこう削除されたやつ、リスナー側が削除しても、配信者側が削除しても、こう半透明になって見れるのよ、コメントのとこが。うん。そう。そうなんですよ。で、しかもそれをなんかね、読んじゃうっぽいんだよね。その一言コメント、一言コメントじゃない、棒読みが。うん。棒読みっていうかあるじゃん、謝罪配信の時。半透明なんだよ。うん、そうなんすよね。どうしよう、もうやることない。やることがない。どうしたらいいんだろう。散歩してもなぁ。斉藤さんもいいよ。疲れたよ。なんかもう、しかもさ、別につまんないしさ、正直斉藤さんで話しても。いやそうそう、ピロピロもね、消しても残るのよ。みんなには見えてないけど、配信者にはこうやって見れんのよ。で、こうやってね、配信者が返したら、あ、この人が荒らしたんだみたいな。で、こここう押すじゃん。こここうやって、で、こっからこうやってブロックってとこがいけるから、そう、結局。結局消しても誰がコメントしたかわかるし、その消したコメントからブロックっていうのも簡単にできる。なんか、ピロピロ流した後にブロックを恐れてなんか消してるんだか知らないけど、コメントをね。特定されないように。でも消しても配信者側にはわかるし、半透明だってわかって、そっからすぐにブロックもいけるから、結局。
そう。そう、スマホからでもそうっすよ。スマホからでも半透明になって見える。配信者側だったら。そう。これ今パソコンからだけど、スマホからも半透明になって消してもわかる。で、そっからすぐブロックとかもできる。そう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 。車載では連動しない。いや、わかってます。そんなわかってます。そう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 。いや、そうです。ブロックとかもすぐできるんですよ。半透明のところからすぐに、ブロックみたいなところ行けるところがあるんで。そう。今俺、ブロックリーズ何人だったの？ブロック人数今何人になったんだろう。